鈴木健太です。やってきたのは港区六本木。雨の降りしきる中、いた！鈴木健太だ。血のような赤いジャケットを着て、傘もささずに立っている。噂通り頭がでかい。演劇を十何年だろうやってるんですけど、まあ始めた頃はもうずっと本当に下手くそで、もうやめちまえみたいなことがもうしょっちゅうでしたね。子供の頃から説明書を読むのが好きだった。きっちり読み切るまでは電気ポットだって怖くて触れない。そんな健太が二十歳を目前に控えたある日、一冊の本に出会う。なんじゃこりゃー。芝居にも理論や理屈がある。考えもしなかったことが、健太が一番知りたかったことがそこに書いてあった。この頃からこの男の頭はどんどん大きくなってゆく。数年後、なんと大学院でまで演劇について学んだ鈴木健太。ここでようやく演劇では食えないことに気づき、声の世界に足を踏み入れる。そして驚愕の事実に気づいた。あれ？ない。どこにもないぞ。あれ？そんなはずは。そう、演劇と比べて歴史の浅い声の世界。絶対的な指針となるような理論はどこを探しても見当たらなかった。途方に暮れた健太は、マクドナルドで働いていた。コーラか、スプライトか。レジ打ちの指が動けば僕の体も動く。連携がうまくいけば自然とスマイルが生まれる。そうだ、それが僕が演劇理論で学んだこと。違うよ、こうじゃないよ。マクドナルドを辞め、コールセンターで働き始めた健太。お客様との対応に困っても、この分厚いマニュアルを見れば大丈夫。そんなある日、劇団の先輩と飲んでいると、で、すごいのがこのマニュアルを読めばどんなクレームも。健太、お前いつまでそれに頼ってるんだ。え、こんなもん説明。あ、何を。健太、いいか、人生に説明書なんてないんだよ。最後は人と人のコミュニケーションだろう。ナレーションにも自信を持ってぶつかってみろ。先輩。コールセンターはクビになったが、ナレーターとしての鈴木健太はこの時始まった。この続きは MA ブースで。